どうも、ダークセイバーです。今回は薬膳薬を楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。初めてちゃんとした大人が出てきた。16人目の彼女かつ3人目の成人女性でようやくか。来週神経衰弱。機械音痴なのもいい。LINE。見た目8歳固定の89歳の時点でおかしいからそれ以外はまともにしなきゃね。未亡人って表現で合ってるのか？とりあえずは攻略先延ばしの暫定ボス枠か。高校3年生になる頃には91歳のヒロイン。もしやスナックバスへのママより年齢高いのか？戦争経験者レベルならそりゃそうなる。アメリカ人と会って大丈夫？どうでもいいけど薬先輩の実家もかなり太いな。特許で職いっぱぐれなさそう。フィジカルも暴力もあるのに、男らしさが足りない。あの服売ってるコンビニは何なの？そんなまるで今までの成人組がまともじゃないみたいな言い方。若い頃の役さん美人すぎる。アシリパさんが今年126歳になるらしいな。今の成人組はヤバさ上から数えた方が早いやつしかいねえのだ。前も似たような名前の公園あった気がしたけど、前の公園はドケ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 ジャマダージャマダードケ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 公園だったわ。おしめえ、とアメリカの人だから。アメリカの人へへ。精神的に成熟してるのがこの漫画にしては最高にパンチ効いてて好き。スギちゃんでダメだった。見た目子供なのに表情が大人のお姉さんで混乱する。薬先輩本人も大人状態なら割とまともだしね。こんなちゃんとした恋の駆け引きできるなんて。89歳だわこのババア。薬先輩の脳は大丈夫なのか？元に戻ると年相応だから平気平気。おかげでたまに本人もなぜ私はこんなもので？って混乱してるじゃねえか。パパリさんこれを知ったらブチ切れない？母ちゃんには勝てないかもしれねえ。婿入りかもしれないし。薬さんとマママリさん似てるから多分婿だね。ゲーミング愛のメイドさんは成人してなかったか。うろ覚えだわ。100人も彼女出さないといけないからまともなやつなんて出せないのでは？もしかしたら年齢によってまとも度が上がるのかもしれない。ごめん大人の方がまともじゃなかったわ。ババア彼女になったの。待てよ。母リさんも最初はまともだっただろ。母リさんは今遅れてきた青春真っ只中なんだから多少おかしいくらいは多めに見てやれ。来週さらっと屋上にいたら笑う。この包容力の塊が参戦したことで母リさんが甘えまくって幼児対抗する会はありそうな気がする。今までで一番まともなヒロインなのでは？ファミリーの平均年齢を5歳近く跳ね上げたヒロイン。まあそのうち薬さんより年上の妖怪ヒロインや神様ヒロインが出てくるだろうし。ファミリー入りしたら徐々に壊れるのかな。彼女側との行為の差にちょっと違和感はあるかな。まだ登場会だが。やっと落ち着いた大人の女性が出てきて安心した。ほら、アメリカの人とか。へへ、ババアになってようやく大人の魅力ができるのか。運命の人補正による行為の大きさで計りとかは駆け引き失敗しがちだったし、それを乗りこなしつつキスまでは許してるあたりの年季の差がすごい。薬さんにも効く打ち消し薬ができた場合見た目どうなるんだろう。アメリカの人は日本の人バージョンになれば落ち着くんだけどな。これで敬老の日ネタができるな。でもこれでレンタロと出会うまでは少なくとも不幸にはならない。っていう安心感は得られたのでは。ファミリー入りしなくて死んでも天寿じゃねえかな。肉体は8歳だから死なないのだ。というか死なないようにするための若返りの薬だった。ゴスロリ江戸っ子から気になって今100カノ読んでるんだけど彼女のおばあちゃんまでも彼女にする漫画初めて読んだよ。狂ってない？狂ったのは神だよ。薬さんの声どうしよう。野沢雅子が遠からず89歳になる。それだ。彼女の母が彼女になってんだからおばあちゃんぐらいいいだろ。126分の1好調だまだまだまとも。彼女と彼女の母親を同時に彼女にするラブコメの時点で見たことねえよ。そろそろ男の彼女来ないかな。友人 A はもっと後じゃないかな。休憩を挟みながらゆっくり読むんだぞ。薬さんって彼女の身内っての当日年齢と肉体年齢の差以外はまともだよね。人外でない限り最年長はここが上限だろうから最年少更新を狙わないか？なでやももはもそうだけどたまに真っ当に大人やっててバグる。どの彼女もおのおのがヒロインで一本漫画作れるポテンシャルあると思う。ラピュタがね、まともな人なんだけど車にビビり散らかすのは今までどうやって生きてきたんだよと思わなくもない。薬さん出るとしたら3期くらいかな。まともな人なんだけどテレビの仕組み知らないのは今までどうやって生きてきたんだよと思わなくもない。レンタロウがいるから実現しないと思うけど薬先輩を傷つけられたらどうなるの？親父がマッチョになる。なデートの組み合わせ好き。
ヤクさんは普段は年上としてニコニコしてるから単独デート会とか女見せるとめちゃくちゃヤバくない？ん？ヨーヨー。母役好き。平行世界の自分とか未来から来た連太郎の娘とかいつか来ると思ってるよ。100人終わった後かな。パパのことが大大大大好きな100人の娘。からねとはかりの娘混じってそう。いちいち誰かしらが横文字を和訳するようになるの好き。ちくちん。単体でメインヒロイン貼れるかどうかで考えると数がやばい気がする。ラブコメ以前に話作るのが大変そう。話に困ったら無理数唱えて埋めよう。死に問うない死に問うない。ナディーと会うけど会わない。鬼人だわっていう子はテヤンデイと比べると存在感薄すぎないか。アイドル界でリーダーシップ発揮してたからあんま心配してない。役者んって感じ当てないんだっけ。戦時中の人だから名前はカタカナの役だよ。高齢世代でよく見る梅とツネとかそんな感じ。ラブ界とコメ界がある。アニメは見たのかい？クオリクオリしてておすすめよ。え？クオ？あ、はい。あの先生あのキャラの濃さでビビン。じゃないんだ。っていつも思ってる。姫ちゃんはある意味正統派ヒロインという個性ができてるから。例のエンディングもミリオン目前だし世界がおかしいとも言えるね。ミリオン行かなかったら世界がおかしい。なんだかんだで好きな娘多くて5人に絞りきれない。レンタロウ見習って全員愛せよ。じゃあいいじゃねえか、100人でも。役なでいいよね。5人ならナディ、モモハ、タマ、からね、ウェイウェイウェイかな。2期3期は無理でも数の加入会は見たい。ハーフハッピー3人衆でーす。全部ハッピーじゃないし1人パーフェクト日本人だよ。ヒロおじさんもあんな感じだから愛情一族みんな愛が重い可能性が高い。父と母どっちとのつながりだっけ？ヒロおじさん。ばあちゃんがヒロインって流されてアイラン島だっけ？知らない幼馴染キャラは生えてこないのかな。それはただの地元が同じ人なのよ。101人目が出てくるところまで見えてるから。ナデイは混合があって CV 東山直で俺の中では再生されてるけどどうかすると CV 高すぎ J 次郎になってしまう。今何人？27。3分の1も見えてきた。来年の春先くらいだろうか。もし最後までアニメ化したら100人で歌うのかな。加藤渡るも含めて101人ね。4期5期と続いてくれないと108期先生とメイド、妹、が出ない。辛い。まだ3割にも満たないが100人出るまで何年かかるか。100人目は俺だと思ってる。読者よ。最初は5等分の花嫁ブームにかこつけてきた知名度だけ狙った作品って思ってました。すべてが違う。狂気か？100かののすれはすぐ辰巳が出てくるな。加藤渡る、僕にとってはレンタロウも含めて101人の恋人です。まああんたほどの声優が言うなら、職員会議で晒し上げられてアメリカできないナディ先生を見たい。実際にナノジェって喋る老人に会ったことないのじゃ。人外は出てこないのかな。猫いる。出てきてる。今のところ彼女にはならなそう。人間とも言えるね。人間、とも言えるね。いやどう見ても人間だ。外人もいる。へえ。かなり進化した今のレンタロウも一分間の記憶を消すのは難しいようだな。メイさんなら命じられたらできそうだけどレンタロウはまだ無理そうだな。100人目現れねえな。からの年代ジャンプで生まれた我が子が最後の彼女だったりするんだろうな。倫理観大丈夫？そのうち大人役さんも出してほしい。50人も100人も無茶には変わらん。って理由で決めてたけど、50人と100人にはまあまあ差があったんじゃねえかな。50人なら今十分目指せる圏内入ってるからな。今考えれば50人なら全員出して円満終了が見えるな。何かヒロイン多くね？と自分の中のキャパを超えてからが本番。薬のおばあちゃんは最高なのだ。2期はどこまでやるんだろうな。最終話で出たのはメメまでだっけ？ツンデレ消失編で区切りいいんじゃない？だな。同じようなペースで1クールだとツンデレ界前後くらいまで範囲になるはず。真剣使いのメソッドで増えていくヒロイン。男の子はさすがにコンセプト的に無理か。薬先輩ボケもツッコミもできるし舞台装置として優秀だから使い勝手すごい良さそう。付き合った後のイチャイチャも書きてー。わかる。なので彼女を100人用意しました。わからない。レンタロウが女装させられるとかそういうのないの？ちょくちょくしてるだろ。何度もある。アニメの範囲でさせられてる。その後もちょくちょくある。もっと。なんというかガチっぽく。ギャルレンタロウは割とガチだろ。誰と席入れるんだろうって思ったけど最悪罰99目指せばいいか。全員と結婚するが？結婚だー。レンタロウなら法律も変えられるようになる。レンタロウが離婚して彼女を悲しませるわけないだろ。結婚イエーイ。
女装レンタロウがもっと女の子らしくなったら大体千代ちゃん。親戚だしね。眉に血筋を感じる。ああこともモハ先生みたいが何気かかるかな。正月読み直してて2期はツンデレ消失編くらいまでかな。って思ったけど3期の切れ目が読めない。いっそ連続にクールくらいやっちゃいなよ。レンタロウだんだん女装に抵抗なくなっていってるの時間経過を感じるけど時間あんまり経過してない。全員と結婚するか腹切って死ぬかのどっちか。国籍と法律を変える覚悟はあるからな。現状一番可能性があるのはレンタロウ党を立ち上げて法律を変える。米津くらいいいし。米津くらいいいし。未来永劫レンタロウファミリーをよろしくお願いします。100人だから1人が1人産んでも100人子供増えるんだよな。レンタロウファミリーステイツできちゃう。おお、アメリカン。姫かとさゆりちゃんが結婚強戦士になる日が楽しみだよ。同時に結婚届を申請することにより重婚するバグが発生します。俺は心が弱いオタクだから絶対に負けとかヒロインレースなさそうなこの漫画に絶対の信頼を得ている原作者の頭のおかしさにも。ヒロインレースしたら負けているであろう鬼人キャラが幸せそうにイチャイチャしてるのはいいものだ。みんなでバンあって愛されてるのがいいよね。101人プラス産んだ子供たちで生活するとなると住む場所どうするんだろう。作ればよいだけだ。買っとくか。土地。ママでちゅよー。みんなで屋上でキャンプするか。高校の屋上なら300人くらいは暮らせるだろう。スレガはもう寿命マジか。理論上はあと最低80年生きる。あと数十年は年金生活送るよ。8歳の肉体なので年金もらいながら他彼女たちより長生きする予定。つよ。一枚の婚姻届に全員で書いて読めないってネタはやると思う。神父さんならぬ神父さんってか。約3年金もらいたい放題。不老不死の薬家族全員に飲ませるな。50人で打ち止めにしてもう50人はそれぞれの娘ってことにしない？君、倫理って知ってる。母里さん、肉体は若返ってるけど精神の摩耗はどうすんだろうな役さん。失敗作と言ってるけども私複数回摂取しても効果出るなら実質不老不死の薬だよな。8歳になって精神も引っ張られるのはまあ失敗だろう。なんなら妻側の名前欄に全員の名前つなげて書いてめちゃくちゃ長い名前の人として受理されろ。現在の年5人の加入ペースだと50人到達が5年後で100人到達が15年後ぐらいなんだよな。彼女が増えるほど既存彼女とのエピソードも増えるからどんどんペースが落ちていく。コメディであることは疑いようがなくラブであることも疑いようはない作品ではあるよな。アメリカ人の先生好き。へへ。最後ら辺はどこかの豪邸手に入れたりするのかな。豪邸はもうあるだろ。101人生活用に買うか。金持ちの宮殿。ああこのことだと終始数もニコニコしてるのがいい。異世界転生編はそろそろ来ると思ってる。もう中二病彼女はいるからな。詩人の中二はファンタジーな感じとはまた違うジャンルだから。ブギーさん系中二。全員本命だから彼女同士がギスギスせずにワイワイできるの好き。キスで殺到する彼女。本誌で彼女増やして別誌で彼女たちの話をやればええ。美しい先輩の後輩ムーブと一緒で母に年下ムーブをさせられる貴重な人材。おむちは、どちらが変えられる側ですか？みんなキス殺到してウニみたいになってるやつ好き。アニオリ彼女やゲームオリヒロインで埋めよう。みんなキス殺到して進撃の巨人みたいになってるやつ好き。89歳にしてもカタカナごと電化製品知らなすぎじゃない？実は170歳くらいない？劇中設定2020年代で物心ついてる時期に二次大戦を経験してるなら89歳以上はあると思う。大好きな君へ、けだるいアーシーバージョン。はよ。2期のオープニングは今のオープニングの2期彼女版か新オープニングで全員か。オープニング2期で変わるのかな。ああこのけだるげなギャルの声早く聞きたい。1話で出てた友人が女の子として出てくるのを楽しみにしていますよ私は。メメちゃんが私の目を見たんだからレンタロウも見せろと迫れば多分見せてくれる。大好きな君へはオープニング変わってもみんな歌ってほしい。そのうちハッピーマテリアル見たくなるな。レンタロウバージョンすら愛おしかった。